ガリーナ・エフレメンコは、ウクライナの女性フィギュアスケート選手。キエフ出身。2002年ソルトレークシティオリンピック。2006年、トリノオリンピック女子シングルウクライナ代表。結婚前の2005年以前までは、ガリーナ・マニアチェンコとして、選手登録。同じくウクライナのフィギュアスケート選手だったエレーナ・リアシェンコは、ギリの姉妹に当たる。 ウクライナのキエフに生まれ3歳頃からスケートを始めた。当初はペア選手として活動。1993から1994年シーズンにはエフゲニー・ギルグルスキーとのペアで世界ジュニア選手権で3位となるなどペアスケーターとして活躍したが、1995年の練習中にパートナーのエッジがエフレメンコの顔に直撃した事件をきっかけに一時スケートを離れた。 1996から1997年シーズンにより女子シングル選手として復帰。1999から2000年シーズン頃からウクライナを代表する選手となり、2002年欧州選手権では4位、続くソルトレークシティオリンピックでは12位となった。2003から2004年シーズンの ISU グランプリシリーズロシア杯で初の表彰台となる3位。二千五年、 ミハイル・エフレメンコと結婚し、以後エフレメンコ生で選手登録を行った。夫、ミハイルの兄アンドレイ・エフレメンコは、エレーナ・リアシェンコの夫であり、二人は義理の姉妹である。2006年、二度目のオリンピックとなる鳥のオリンピックと世界選手権で共に20位。同年引退。 2005から2006シーズン2004から2005シーズン2003から2004シーズン2002から2003シーズン2001から2002シーズン2000から2001シーズン1999から2000シーズン1998から1999シーズン1997から1998シーズンウクライナ・ゴラテン・ホンジガリーナ・イフロメンコ ありがとうございます。